ジョイマン高木さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。2022年3月29日火曜日、この時間は我々クリピーナッツがお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。しかし我々今日で2部最後でございます。最後です。本当に最後。そしてそこに入ってきたニュース、はい、まさかまさかの須田まさきさん、オールナイトニッポン最終回が延期となりました。そうなんですよ。そう、須田さんがね、うん、新型コロナウイルスに感染されてしまったということで、うん、ご夫婦でね、はいはい、大変だよ、うん、本当に ね、本当は昨日はね最終回だったんですけれども、 それが延期になって来週4月4日ですか、うん、になったということで、まずはね須田さん本当に、一回本当にまあいろいろ周りのこともあるでしょうけど、一回全て忘れて、まあ、さらに、うん、本当に、自分を大事にゆっくり休んでいただけたらなと思いますね。やっぱりね。で、そういうのがありつつ、で、我々の一部の初回が、うん、まあ、そう、4月4日だったわけですから、そうですね。まあ、そちらが1週間延期になって、うん、で、いろんな人たちがこう、バーっと動いて、まあ、この形に落ち着いたということでございます。うん、はい、そうですね。で、松坂桃李さんのね、うん、番組、代打でね、勤められて、まあ聞きましたけども、ちょっとね、クリピーナッツがすごい粋だと、譲ったみたいな感じでね、話してくださって、そうですね。ありがとうございます。ありがたいんですけど、ちょっと、棚ぼたすぎて申し訳ない。ちょっと申し訳ない。ごめんなさい。ちょっと、俺の本音。うん。俺の本音、一部に上がれるよっしゃ、一週間休みよっしゃ。うん、全く同じ。いいっすよ。だからなんか、粋なことすんじゃんみたいな。うん、そう、上がるにもかかわらず、一週間休める。サボれんの？しかもなんか、やったよね一回。一個ねえ、なんか、マジでっていう感じじゃ、なんかだから、その、ちょっと粋じゃねえかみたいな感じで、ねえ、こう、いろいろ、ね、お声もいただいたんですけど、ちょっと逆に申し訳ない。それ、いや、それは受け取れなかった。いや、俺も、だいたい受け取るよ。だいたい受け取る、俺も受け取れなかった。そうやね。俺、よっしゃーって思ったから。休める そうやね。ちょっと、なんていうかな、その、そっちが先に出てしまったら、休めるの気持ちが先にね。全然、延期？あ、ほんで、俺らの、週に出動する。あ、全然やってください。逆に、いいっすか？大丈夫？ありがとうございます！いいっすか？ありがとうございます。あ、全然その1ヶ月ね、丸々。いいとかいいっすね。うん、でもいいっす。別に改変しようって別になんかね、当たり前じゃないというか。うん。5月までやってもらってもいいっすけどね。全然いいっすけどね。いいっすけどね。まあそうですね。まあ、うん、そう、本当に。まあ、元気に、一応元気になれば、まあそう。いいなってことだけですよ、私は。本当に。だから、我々としてはラッキーですから。ラッキー。ラッキーやしな、なんかその、松坂桃李さんにそんな感じも言っていただいてみたいな。いや、もうラッキーしかないよ。ラッキーやし。株も上がったし、サボれるし、最高！最高やし。最高！俺、何気に俺、去年から今年にかけて見た日本映画で一番多く見た主演が松坂桃李さんやったから。あ、マジで？もうそれに言ってもらえるなんてみたいな。光栄だよね。ひよかに？コロの血のひよかに言ってもらえたの？やったぜみたいな感じがありますか。とにかく、全く気にせず、もう須田さんゆっくり休んでいただいてね、来週はちょっと。そうですよ。ね、元気にね、やってみたら。須田元気にね。須田さん、いやいや、元気な須田さんに。須田元気ね。須田元気。須田元気のオールナイト日本。須田元気はもう。元気ね。須田元気でね。いや、そもそも。須田元気。近いよ。須藤元気。いや、須田元気。須田元気。須田元気だ。もうほぼ、そもそも横に須藤元気がおるから。ワールドオーダーじゃない。いや、違う。今はちょっと国会議員が。世界秩序じゃないんです。この間、来週元気になったらカクカクしながらやるでしょ、須田さんが。まあ、あと、最新の須藤元気だと、青木真也。VS、うん、秋山の記者会見の司会を務めてました。うんうん、そうなんや。うん。いやいや、そうで、それで、記者会見の記者の中に、うんうん、まん丸に太った桜井真帆隼人が忍び込んでて、お前体重落とせんのかよ知らん。っていう、
格闘技の話を今からしようと思ってるんで、うん、いいです、いいです。あ、じゃ一個だけ聞きたいんやけど、その、一個だけ聞きたいんやけど、うん、その、須藤元気は司会しながらカクカクはしてた。カクカクした。あの、後ろにサラリーマンって。メンバー全員でやってたんや。全員やってた、全員やってた。最高だったね。いやまあね、来週ね、元気に須藤さんやっていただけてるんで、我々は今日が2部ラストということですね。そうですよ。うん、そうだ、スタジオが変わるんでね。そうなんですよ、一部上がるとね、スタジオが、今ね、こっち側に、ちょっとあっち側に行くと、まあその。触るから、そういう意味。お前、雑草に雑草。おい、いいよ、お前、びっくりした。俺、もう本当に今、金子さんが、あの、インカムで、ラジオ下手すぎるんだけど、俺も、同タイミングで思ってた。まあ、ミクちゃんが。お前、4年やってんだよ。ミクちゃんから分かると思うけど、今週こっちやねんけど、来週あっちに行くんだよ。ちょっとだから、下手すぎ。こっちか。道歩いてるやつの方がマジで。それをどう伝えるかやのにな、ラジオなんて。あの、ラジオでこっちあっちってことは使って絶対ダメ。放送、一番放送禁止用語で、ね。あれとかこれとか、意味がわかんない。このとか、意味がわかんない。あっちとか。お前来週ここ来い。もう来週こっち。来週こっち。こっち。うん、まあ、あの、そうなんですよ。スタジオがね、ちょっと変わって、うん、一部の今、星野さんがやってはるところに移るんですけど、そのね、この、ここの、フロアで言うと、その一部の方のスタジオに行くとトイレが近なるんですよね。だからまあ、松永さんは、結構いい感じよな。そのトイレ。ギリまで。そう。長しょんべん、長しょんべん。超高執行するから。超高執行。お前、いって出すときって考えたら、しょんべん、しょんべん、いってやと思ってんの。うん。超高ぐーって超高して、先の先読みながらしょんべん。読みながら。ぴょっ。いや、ジョーって言ってください。ぴょろは、その調子でやるから、間に合わない。調校して。ちょっと、積むやん、そんなやり方。調校して。俺の調校しっこに。これやっぱ耐えうる距離感。そうやね。近なるからね。いや、だから、その、なんで、調校したとしても、なんで、スッと戻ってこれる。戻ってこれるから。が、逆に、うん、喫煙所が遠なるんですよ、ね。遠くなるのか。ちょっと。そっか。そうそうそう。いや、あの、今やってる、2部でやってる今、このスタジオは、すぐ横が喫煙所なんですよ、うんうんうん。で、遠く離れた場所にトイレがある。でも一部のスタジオに行くと、すぐそこにトイレがあって、離れた場所に反対側に喫煙所があるということになってしまうんですよね。ちょっとタバコ、うん。するのがちょっとルーティンになってるから、そっちに影響が出るか。そう。だからやっぱヤニチャージが、ヤニチャーのこと。ヤニチャーが、まあ、ね、本来この2部のやってるこのスタジオでは、ヤニチャーは59分。ヤニチャーまずそう。ヤニチャーまずそう。いや、お茶と捉えたらまずいよ。いや、それは死ぬよ。ヤニチャーは、ティーバッグ。あの、ティーバッグの中に、タバコ場を入れて、水で、お湯で、煮出して、ほら、あの、湯飲みにくべ入れて、地獄の水が死ぬ。ヤニ茶は死ぬよ。ヤニ茶死ぬ。ヤニをチャージ。ヤニをチャージね。ヤニチャージ。だ、本来この今やってる2部のスタジオでやっとヤニチャージは。ヤニチャーしようよ。ヤニチャージ。ナンパで。ヤニチャ、ヤニチャしようや。うん。ちょっと、どう今からヤニチャしようや。あと、その、ヤニチャじゃなく、元の言葉に戻してもおかしいよ、ナンパで。タバコ吸いに行こうや。おかしいから。いや、そうなんですよね。近いからね、59分ぐらいまでは吸えたんですけど、ちょっとね、一部のスタジオになっちゃうと。まあ、勝手が違うから、気を引き締めないとダメだよ。そうやね。だから、ちょっと繰り上げかな、ヤニチャの時間も短めにしないとダメですね。さあさあさあ、うんうんうん、最後の2部ですよ。そうですね、はい、ちょっと、はい、うん、立つ鳥跡を濁さんように、そうだね、していきましょ う、はい、それでは今週も始めていきましょう。クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、クリピーナッツのアルシェです。 DJ マサナです。この時間は我々クリーピーナッツがお送りしてまいります。はい、オールナイトニッポンゼロのね、ネット局が今週から増えたそうなんです。おー、秋田県 ABS ラジオ、はい、ラジオ福島、山口放送、はい、熊本県 RKK ラジオ、はい、宮崎県 MRT ラジオの5局。なんか5局も増えたね。すごい、すごい。に合計27局ゼロ、オールナイトニッポンゼロ。わー、27局だわ。でも関係ないけどね。俺、な、一部に行くし。なんか、いや、別に。おめでとうって感じ。
しょ。嫌な感じ。割と増えたんだ。おい、立つ鳥。よしよし。立つ鳥。お前もいい。おい、立つ鳥。いいね。スマートに羽ばたけよ。嬉しいね。ダッサい。よかったね。ダサいの。いや、お好きにどうぞ。うわ、ダッサ。なんか、送り出されへん。じゃあ、気持ちよく。36曲に行ってくるね。あー、なんか嫌みすぎて。バイバーイ。全 100% 陰口に行った後に。え、ふーちゃんの嬉しい。嬉しいよね。嬉しいね。確実に悪口言う、ね、こんなやつ。おい、すごいよ。めっちゃ、26?27。めっちゃ多いじゃん。すごく。嬉しいね。じゃあ俺36曲行ってくるね。こいつ、おしばきたいな。ちゃん、後を濁してるから、めちゃめちゃ。嬉しいね、ほんとにね。いらんねえ、気持ちよくあれしたい。楽しいね、よかったね。頑張ってください。来週我々はここにもうないない、ね、最悪やん。気持ちよく送り出さない、うん、こんなやつ いる必要がないんでね。最悪ですね、うん、まあでもあのね、今日の放送聞いてね、我々のね、楽しいと思ってくれた方もぜひ月曜の深夜 1時にね、また来てくれたらなとは思いますよ。27曲全部で、うん、俺ら始めた頃ってどんぐらい、何曲ぐらい、何曲ぐらいだ、俺ら一番最初始めた頃ってだいぶ少なかった。少ないっすよね。少なかった。スリーすごい。スリースリー3曲全国3曲ネットでお送りしてた最初。俺たち日本ゼロが嘘やろ。え、ね、日本ゼロも入れて3で残り2、何、え、ね、何残りにだいぶね、の勇気ある。別の番組やれよ。いやでもそっか、ゼロ、ゼロ消せよ、そう。いや、じゃあさ、ちょっとここでお知らせ、はい、入れますね。はい、なんと、我々クリーピーナッツが出演、そして楽曲、俺より偉いやつを使った CM でもおなじみ、ゾーンエナジーから一部昇格のお祝いコメントをいただいております。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、私の方で読まさせていただきます。うん、はい、お願いします。クリーピーナッツの R 指定さん、DJ 松永さん、そしてスタッフの皆さん、リスナーの皆さん、うん、この度はオールナイトニッポンご昇格おめでとうございます。ありがとうございます。ゾーンを支えてくださっているお二人のさらなるステップアップを本当に嬉しく思っています。そしてこの度番組の昇格を記念して、4月から始まるクリーピーナッツのオールナイトニッポンにてゾーンのコラボコーナーを実施させていただくことが決まりました。はい、コラボコーナーの実施期間中と、さらに本日のオールナイトニッポンゼロ最終回では、メッセージを読まれた方全員に、ゾーン1ケース24本入りをプレゼントいたします。みんなでゾーンに入っちゃってください。改めてこの度はクリーピーナッツのオールナイトニッポン昇格おめでとうございます。4月からのコラボコーナーでもリスナーの皆さんに楽しんでいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。無敵のゾーンへ。アンリミテッドパフォーマンスエナジーゾーン。あー、ありがとうございます。ね、一部に昇格して早速コラボさせていただいて本当にありがたいですよ。うん、嬉しいですね。嬉しい。ありがとうございます。うん、一部なんか空気薄いですからね。酸素が一部のが、ま、てっぺんか、頂上ですからね。山頂に近づけば近づくほどか。常にゾーンに入ってないと、もう立ち打ちできない横並びの連中だぞ。そうやな。いやいや、マジでそう。だって、現星野と横並びなんだよ、ね。いや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 。今は下でやってるからいいけど、そうやな、次、そこと同じ帯域に行くんだよ。マジかよ。恐ろしい。酸素あんのか、あそこ。あの、いただきって。星野さんクラスになるともう酸素必要ないレベルになってくる。そうやねんな。自分の中でできるから。できるから、ね。そう、酸でも。だから俺らは確かにゾーン入ってないとちょっと立ち打ちできないですね。で、これ強力なサポートをちょうど、絶妙なタイミングでいただいたことでありがとうございます。ありがとうございます。で、コーナー名、ね、コラボコーナーするんですけど、コーナー名など詳細は、4月の最初の放送でお伝えしますが、コラボ期間中は番組内でメッセージを読まれた方全員にゾーンをワンケースプレゼントします。さらにツイッターキャンペーン参加いただいた方にはクリーピーナッツとゾーンがコラボしているオリジナル T シャツのプレゼントも予定しますので、ぜひご参加ください。ゾーン希望の方は住所、氏名、電話番号をお忘れなく。はい、よろしくお願いいたします。さあ、これね、何度も言っておりますけれども、今日は2部最後の放送なんですよ。そうなんですよね。ってことで今日はちょっとだけ特別な企画をご用意いたしました。はい、クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロ、4年間をこうギュギュッと濃縮したこんな企画やっちゃいます、うん、はい、クイズ上柳正彦朝ボラーけっ
クイズ上柳正史朝ドラ系これねまずどういうことかちょっと俺もパニックになってますみんなパニック聞いてる人今何時もう終わった最初からみたいな感じになってますけど、まあ、説明させていただきますと一部ね放送局でお聞きの方はちょっとご存じないかもしれないんですけども、月曜日から木曜日のオールナイトニッポンゼロの後に放送している番組が上柳正彦朝ぼろ系でございます。でアナウンサーの上柳さんがパーソナリティを担当されている朝の情報番組なんですよ、はいはい、我々の深夜が終わって上柳さんから朝が始まるという日本放送のね、そう一日の始まりの番組ですからね。そうなんですよ、その流れなんですけど、で朝ぼろ系の冒頭では毎週上柳さんがオールナイトニッポンゼロの放送内容をちょっとだけ受けてからタイトルコールに行くっていうのが恒例になってるんですよね。聞いてくださってるんですよね。そうなんですよね、でその、結構ね俺らがバチャチャってなった後もこう受けてくださって、スムーズに行ってくださるっていうのが毎回ね恒例なんで、でその放送で盛り上がったキーワード自分のエピソードを話したり一言感想を言ってくれて突っ込んでくれたりっていうのを毎回ね4年間毎週やってくれてるんですよ上柳さんが。すごいよ、すごいですよね。だってありがたいよあんな大御所がレジェンドがさマジありがたいですよ。たまにだって俺らそう処理不可能な終わり方するじゃないですか、なんかブワーンみたいなさ、爆発してハリウッドエンディング、なんかニューヨークエンディングか、うん、ドーン終わりみたいな感じがあるからさ、それを4年間毎週やってくれてるんですよ、うん、ちょっとねそろそろ皆さん分かってきたかな、輪郭見えてきたんじゃないですか、ね、ぼんやりと、うん、上柳さんが朝ぼろ系の冒頭で言ったセリフを聞けばその日のオールナイトニッポンゼロでどんな放送やってたのかっていうのを思い出せるんじゃないかということなんですよ。逆算ね、逆算すれば、逆算、ね、でこれをクイズにします、はいはい、朝ぼろ系の冒頭を聞いてその前その日のクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロの放送内容を言い当てるというクイズ、それがクイズ上柳まさひこ朝ぼらーけ敵だね、そういうことなんですよ。そうなんですよまあ先週言ってたねなんかやるかもしれないって言ったのはねこれです、これなんですよね。すいません、いやもうクイズ形式で4年間振り返れるという、うん、最強の企画ですよ、うん、で4年間の番組の我々の奇跡を振り返れるわけですから。そうよ、集大成ちゃんとね、わーあの時あの時っていうのがこんな形でね、うん、できるっていうのはベスト企画ですよ。ベスト企画ね、はい、だからでも結構さ俺らもう終わってすぐ、うん、ピュってなんか出ようにももうおる状態でもう速攻ね上柳さんが受けてくださるから毎週何言ってるか聞いてるんですよ。そう聞いてる、全部聞いてる。で聞いてから帰ってるから、うんうん、まあまあ意見ちゃ答えれんちゃうと思いますけど ね、うん、あと聞いた話によると、はい、もう改編でクソ忙しいじゃないですか今ね。まあいろいろバタバタしてるこのタイミングにもかかわらず、うん、ディレクターの金子さんね、うん、一人でおよそ200回分の朝ぼらけ全部聞き直してでそして一人で全部クイズ作ったんです金子さん、そこまでしなくていいよ。そこまでしてまで、俺もこれ企画やらなくていい。チームのか、これがいや、かっこいいんだけど。これが企画の仕事っす。いや、かっこいいのが入ってきましたね。休んでいいっすよ。ちょっと、俺はできないっすよね。うん、俺はやれてるわけでいい。いや、すごすぎる。すごすぎる。超人すぎる。あぶっちゃけどちゃくそ忙しかった。かわいそうじゃない。そうね。でもリスナーの皆さんもぜひね、このラジオの前でちょっとクイズ挑戦してみてくれたらなと思います。じゃあ生放送ですのでメールを募集しましょう。クイズを聞いて思い出した二部時代の思い出とか送ってください。はい。受付メールアドレスは、クリーピーのシートナッツの絵のを取って、シエのアットマークオルナイトニッポンドットコム、シエのアットマークオルナイトニッポンドットコム、番組も聞いての感想や我々の質問何でもいいので送ってください。ということで、クリーピーナッツのオルナイトニッポンゼロ、ぜひ最後までお付き合いください。はい、ここで一曲聞いてください。うんクリでチャリちょっとなんかブスなんかバタバタしますけどね。ちょっとバタバタしますけども、聞いてもらったのは、とくりで、チャリでした。さて、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京中楽有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールネット日本ゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。番組ホームページにミクチャへのリンクが貼ってありますので、そこからでもダウンロードできます。オールネット日本ゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。
東京都中田区有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロ。おい、ラジオくれよ、もっともっとラジオくれよな、早くラジオくれよ、頼むよくれよ。クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロ、貫け爽やかラジオ。クリーピーナッツの R指定です。 DJ 松永です。はい、メールいきます。ラジオネームモールス、松永さんの兆候おしっこですが、おしっこを出すときブルブル震えると思うのですが、それは生理現象ではなく勝ち筋が見えたから震えてるんですか？だから将棋じゃない、だからハブ先生じゃないな、それは。ハブがこの勝ち筋見えた時にブルブルって手震える感じで、お前はそのおしっこの勝ち筋が見えた時に、おしっこの勝ち筋いや俺毎回別に勝負してないんだ。なんで勝ち筋、じゃあ筋はそんなもん、勝ち筋も何も筋の中を通るって、まっすぐ直で行くか円描くか、その4つにピュンで分かれるかぐらいのもん。4つにピュンで分かれてもなめんないや、そうやな、それか。勝ち筋が見えて震えてるの。勝ち負けとかないんでね、そのモールスさん。何をもって勝ちやねんな、ションベンは。そうなんですよ、勝負はしてるつもりじゃないんで。ラジオネーム牛乳、おい松永、お前諸先輩方の行く末忘れたんかい。二部に唾かけてるけどな、そこ戻ってくること全然あんぞ。ちょっと待ってください。そうだ、お前もしかして退路立ったってことか。粋だな。違う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 。ミスタミスタミスタ。ミスタね。危ない。ミスタミスタ。何何。3がいたわ。うん。3ちゃん。3と4の。3と、3と4と。3と4とあることピースと。全部言うとんね。全部言うとんね。まあ違うね。そう、あの、ちゃんとそのルートね、ありますから。すごい、なんかあの、戻りやすく道を作ってくれちゃった。そうそうそう。ちゃんとね。いらないんだけど。道を鳴らしてくれてるから。帰り道いらないんだけど、作っちゃった先輩が。だからなんかお前がいかにもなんかもう、行ってくるわみたいな感じだったけど、全然全然。ミスターミスター。どんな顔で戻ってくるの、次もしやったらっていう。あ、ミスターミスターミスター。ミスター、どうしようどうしよう。あれだけで何のようにしないと。あれだけに、あの、なんか、あの人たちにね、気になる。あれを、あれがダメなレトロ。お前だ。あれがダメなレトロ。そんなこと。戻ってがキレキレやないか、あの人。そっちの、キレキレや。じゃあもう上がるべきじゃなかった。キレキレな、ゼロがあってる。そうそうそう。解き放たれた感がすごいから、野獣が。鎖ブチンちぎれて。いや、俺、なんとかしてゼロに馴染もう。ちゃんと。え、ゼロに馴染む？ゼロ。お前もすごい。いや、皆さんね、こいつね、ちょっと、どう、なんかね、口ではこんなこと言ってるけど、ゼロ大好きで、さっきもね、昇格後の、なんかジングルやったりよね、まあ、ね、初回用のジングルとか撮ってて、まあ、バーって文言言って二人で合わせて、クリーピーナッツのオールナイトニッポンって二人で会うの気持ちいいじゃないですか。それやってんのに何回も俺が日本で止めたの、クリーピーナッツのオールナイトニッポン、日本ゼロ、みたいな感じで、お前だけゼロ、三回、全部ゼロって言ってたな。で、その度撮り直して、で、なんか小学生の好きな子に対する態度みたいな。ダッサいよ。そうやね。なんか、うち行ってくるねとか言いながらもう、ね、みんなおらんとこでも、そいつの話ばっか、ゼロの話ばっかして、もう、ゼロ倒れへんかもしれん。来週からえへへ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 へついてくれた、ね、悲しくついてくれたのね、3時からよかったね。なんて言ってるか分かれへん。お前も、あってさ、な、こいつなんか、彫刻刀で掘るかもな、机に。ゼロ。ゼロ。ゼロ好きすぎて。ゼロ好きすぎて。ちょ、そうだ。やめろ、次のね、始まってからも、一部始まってからも、俺など日本ってちゃんと言い切ってな。ガチのタイトルコール、ガチのタイトルコールでゼロ出たら怖いから。俺、言う、でも、いや、あかん。ちゃんと言う可能性高い。うん、それは言う可能性高い。はい。じゃあ、2部最後のね、特別企画に参りましょう。クイズ上柳正彦朝ぼらけ
池田さん。朝もらきじゃねえ。オールナイトニッポンゼロの放送内容を毎週冒頭で触れてくれてる朝ぼらけ、その冒頭を聞いてその日のクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロの放送内容を言い当てるというクイズでございます、はい、それで4年間を振り返っていきます、はい、自信のほどはねどうでしょうかね。やってきましてますからね、聞いてますから、ご本人ですから。そうですよ、聞いてるとかじゃなくてもう俺が発してんだから、うん、そんなもんいけるっしょ、うん、自分の脳内で生み出した言葉をそんなもんね、そう聞くわけでしょ。自信は覚えてるとか暗記とかじゃないよ。二人とも、ラジオネーム正味、うん、来週なんかやるかもってカモにしてたのに、うん、金子が200回分聞き切れるかわかんないからふわっとさせてたってこと。そんなギリギリの状態でぶち上げんなよ、体壊すぞ。確かによく気づいたな。もしもの場合に備えるのがそんなもん我々でございます。あと、うん、あと聞き終わったおととい、聞き終わったおととい間に合った。あと忙しい金子さんがやる必要があったんですよ。そうなんですよ。他になんかもうちょっとで暇した人いなかったんですか。なんかデータ容量が重すぎて。ああ、なるほどね。あ、なるほどね。他の人は送れなかったデータ容量多すぎて。じゃあもう自分でやった方がと。MP3 にしなよ。すごいな。ラジオネーム、サンドの飯よりフライドチキン。うん、クイズ朝ぼらけなんて、俺らにかかれば楽勝や。お俺ら、お前らの二人のために聞いてるわけじゃねえから。上柳さんのリアクション目当てに今まで聞いてんだよ。あ、そうなん。あ、全然だったと。なるほど、俺ら全然やったね。だいぶ、あ、もう前期の前期というか、うん、その雰囲気作りみたいな。なるほどね、俺らがそうやったな。だいぶマニアですね、すこの方。こいつは真の朝ぼらけリスナーですね、うん、本物ですね。本物ちゃんと前後関係も朝ぼらけ楽しむために俺らを聞いてるという。ラジオネーム、うもわもわ、松永さん、上柳正彦さんのタイトルコールの時の朝ぼらとけの間の平均の間は 3.2 秒です。え？朝ぼらけファン、通称朝ぼらとして、朝ぼら、そんなのあった、朝ぼら大変アムラみたいな、朝ぼらいかんです。やっぱ多いね、マニアが多いから。そうよ、マニアちょっと気ちょっと厳しい、ね。いや、ちょっと、キモい。お前な。お前、今のメールの感じ見て、そんなこと言ったらどうなるか分かるやろ。ちゃんとちょっと謝ってください。ほんと、すいませんでした。3.2 秒。3.2 秒ってめっちゃ長い。ちょっと一回やってみて。一回、俺じゃあ、うん、これで測るわ。うん、2、3、ちゃん、うん、やってみて。上柳正彦の、朝ぼらけ。そんな長すぎる。いや、長すぎる。それはな、ギリ、もう事故ギリぐらいの。え？いや、俺のであってたの。いや、お前のがちょうどだ。俺らはちょうどだろ。いや、俺、そうそう、今の3が平均やったら、あれより長い時もあるってことでしょ。いや、ないめちゃくちゃそんな。ない。俺は毎週聞いてんだよ。そうよ、俺らの肌感覚は。3.2 なわけだよ。適当言うなよ。朝ボラーっていねえだろ、あと。アムラみたいな言い方すんなよ。いやじゃあ、はい、ね、そろそろじゃあ、行っちゃいますかね。じゃあ、クイズに参りましょう。うん、はい。じゃあ、第1問目。1問目。どんなん来るかな。ちょっと。おー、なるよな。うるら。よしよしよし。自信はまんま。うるら。行こうぜ、行こうぜ。うん。全部追ってるやん。いや、全部やるもんじゃないな。よし、行こう。いきますか。クイズ第1問目。ガチでお願いします。はい。クリピーナッツ、アルバム、間に合うのか。クリピーナッツ、アルバム、間に合うのか。このマイク？マイクが逆向いてたのね。はい。7月10日水曜日、上柳正彦、朝ぼらーけ。おい、まさひこ何やってんだよ。お前何やってんだよ。何やこれ。お前何やってんだよ。ちょっとアルバムーアルバムーじゃねえよ。これはいい人生。これだって、お前覚えてるもん。こんなもん、伝説だもん。伝説の受けやねんか、こんな。伝説の強烈に覚えてる。そう、これきっかけなんだから。そう、このクイズ。あの受けがやばすぎて、これクイズにしようと思って。
これも、これも、いや、しばらく俺らブース感出られへんかったら笑いすぎて、これ。アルバム、アルバム、なん、なんだか、アルバムが、マック、全く同じことを言うて。アルバム、あれ、あ、これマイク逆なの、マイク。アルバム、マリアノか。そうそう、よう聞いたら、ちょっと一発目の、これ、アルバム、マリアノか、二発目も、ちょっと遠いんですよね。俺、声遠いので一瞬で分かる。めっちゃ面白かった。これ、あれですよね。我々、クリーピーナッツのアルバムのリリースが間に合うか否かのどうかの話をしてるとき。そうなんですよ。で、それ、夜更かしの歌の時じゃん。そうそう、夜更かしなんですよ、これ。夜更かしの時の、あの、あれや。平井さん、あ、でも平井さん風になったのはその後やったか。いやいや、平井さん風になったですよね、その時の、うん、で、その話ももうここでやったんか。もう一人風になる、そう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 、もう間に合うかどうかです、うん、みたいなことを話したやつですよね。そうそう。そうや、そうや。そうだ、夜更かしの時のアルバムの制作が間に合うか間に合うか否かの話をした回です。ですさあ、これはそうです。これはイージー、イージー、イージー。そんな。これは任してください。アルバム、ま、なんの、ま、なんの子。伝説ですから。こちら今ね、あの解説も届いております、ね、はい、こちら2019年7月9日の回ですね、はい、アルバム間に合うのかの回ですね8月7日発売すると発表しておきながらも制作が大幅に遅れており、はい、延期不可避と言われていたミニアルバム夜更かしの歌がギリギリ完成、うん、完成品のラジオ版の内容を聞いたソニー上層部が爆切れ爆切れし、その時間がない中にもラジオを撮り直すためにここで正規ルートでの生産が間に合わないことが確定するも誰かが静岡の工場で走って届ければ間に合うということが判明これがチームクリーピーナッツのトップ平井さんが風になった平井風事件の藤井風みたいに言うな平井風って何や平井風藤井風やんけ平井風平井風じゃないキラリねあの平井さんキラリになっちゃったから言ったのじゃないんですよ平井風平井さんキラリくね風になあの風事件お星様になってたからねそれ これは外せないですよね これは、ね、もう全員知ってるんじゃないですか、まあ、これはねこっかこっからこれはだってもう一問目にふさわしいと、うん、はいああそうチュートリアルですそう本当にじゃあ二問目いきますか二問目いきましょう行こうぜからですよ難しいじゃあ第二問どうぞうんあのスピルバーグ監督クリーピーナッツとこ来るんすか？あの、今度公開のレディープレイヤー1昨日見たんですけど、めっちゃ面白かったって伝えといて。4月18日水曜日、上柳正彦、朝ボラーけ。何こいつ何こいつっておい何がこいつやん。でも、マジこいつ何言ってんのやめろやめとけよお前上柳さん先輩だぞお前いや何言ってんだよこいつマジで上柳さんこれ何でしたっけえこれスピルバーグが来るあはいはいあお前何いつの回かは明確には覚えてないけど、うん番組のコメントかなんか俺らがフェスかなんか出るときに、うん、ケンドリック・ラマーが同じフェスかなんかに出るから、そのケンドリック・ラマーに、クリーピーナッツオンライトニッポンゼロって言ってもらおうぜ、そのシャウトもらおうぜっていう流れから、映画みたいなとこ繋がって、スピルバーグにもコメントもらおうぜみたいな、なんかそういう感じだったんじゃないかな。そう、クリーピーナッツオンライトニッポンゼロって、著名人に言ってもらうみたいな流れから、スピルバーグに繋がったんちゃうかな。それこそエド・シーランにも言ってもらおうぜみたいな。そうか、あったね。ちゃうかな。俺は、うん、アメリカの、なんかいろいろ映画とか、うん、ドラマとかの、放題を、ありましたね。考える会あったじゃないですか。はい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 。そう、予想する。クイズ形式なんあったね。その回かなぁ。映画の話になってくると、それ。どっちやろな。どっちだろう。ちょっとじゃあ。どっちか正解あるかな。あるかな。どっち行くどっちする。どっち行くあ、でもね、これ一個、うん。映画の放題考えるで行くと、うん、上柳さん、来週とか、今度のレディープレイヤー1のって言ってなんか、うん、レディープレイヤー1って結構前の映画やね。で、放題考える回は、それこそ去年とかやったんちゃうか。あ、そうか。じゃあ違うか。だから、初回ぐらいの時やと思うねんな。あ、なるほど。初回でもないけど、1年目、2年目ぐらい、初年度ぐらいの
レディープレイヤー1ってそんぐらいの時の映画やから、で初年度ぐらいやったらそのクリーピーナッツオールナイトニッポンゼロっていうのを著名人に言ってもらおうやみたいなノリをやってたはずやそうだみたいな。じゃあそれかも。そう、多分それやと思うな。それでいく？それでいく。え、じゃあ著名人にクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロっていうシャウトもらおうぜって言ってたかい。ああ、合ってる。金子さんが超甘いけど正解と。なんでしたっけ、ちゃんとしたの。じゃあ、ギリ正解ぐらいの。じゃあちょっと、答え。こちらの回は、2018年、4月17日、スピルバーグ来るんすか。毎回タイトルかな。クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロ初のスペシャルウィーク。あの時か。今年番組に来るゲスト全部まとめて発表スペシャルと題し、これから1年かけて番組でブッキングする人全てを発表しました。ああ、そうや。発表した主な企画、ハリー・スタイルズを呼んで、ワンダイレクションに生電話。いや、言ってた。アールステイ VS ケンドリック・ラマー。サム・スミス VS マライア・キャリーによる、オーエド・シーラン対決。ほちゃん。オアシス・仲直り。あ、うわあ、これか。これか。だいぶ甘い。あの回か。だいぶ甘く。さ、なんかそう、確かにシャウトもらおうぜみたいなのは、ここからちょっと派生しての、枝葉んとこっすね。だからさ、本筋こっちや、そうや。そう、本当に一番最初のスペシャルウィークだ。だからあの、スピルバーグ来るって俺らが言ってん。何言ってんすか、この人じゃないんですよ。俺らが言う。何言ってんの、こいつじゃないよ。俺らが言ってんの。俺らがスピルバーグ来るみたいなことを言って、上投げさんが何言ってんねん、こいつだと思って受けてくださった。ね、劇場じゃ逆算したら俺が上投げさんに何言ってんの、こいつ。おかしいおかしい。逆。上投げさんが受けてくださったんだ。あー、これか。超甘い。まあまあ、ハントで、ありがとうございます。なるほどね。だ、意外と難しくなってきたな。ちょっと、でも、まあ、いい調子ですね。いい調子。うん、そうだね。むずいな。次、第3問もいきますか。いきましょう。OK、行こう。ベイマックスのぬいぐるみ、4980円、送料無料。これぐらいの値段なんですね、あれね。結構大きいやつですよね。11月10日、水曜日。わかんない。上柳正彦、朝ぼら、あっけ。どうしたどうしたんや。どうしたんや。ベイマックスの値段を喋り出した。どうしたんや。どうしたんや。もうね、上ちゃんどうしたん上ちゃんどうしたんよ。急にその、ベイマックス。ベイマックスが何円これさ、いや思うけどさ、ラジコのタイムフリーで朝ばらけ聞いてる人どう思ってんの？お前ら、その脈略なさすぎて。ベイマックス4800円。上柳さんから始まった場合、急にベイマックスの話。はベイマックス。俺マジわかんない。何これ？ベイマックスって何？ベイマックスってあのピクサーのアニメ、ディズニーのピクサーの CG のアニメで、そのあのモコモコのあのマシュマロマンみたいなキャラクターの話。そんな回社会ちょっとあれ。ダメっすよ、上ちゃんのそのフリースタイルで、その俺らと関係なしアドリブでやったやつ採用とかな、そのむずすぎるから無理っすよ。ちゃんと俺らと関連してますよね。ちゃんと200回聞いたっすよね、金子さんね。すいません、それは認めよう。ベイマックスの話なんかしたした？え？マジ覚えてないんだけど。ちょっと、だって、の、だって、フィギュアの話、ベイマックスのフィギュアって言ってたの？言ってたっけ、ベイマックスのおもちゃが4000何本。あれじゃない、あのあれなんだっけ、虫みくじのやつ。あそうか、コラボコーナーで、うん、あのおみくじの、あの当たりが出まくる、あの全部当たりが出る、なんだっけ、外れなしの、そう、一番くじで、一番くじの回のやつだ。で、フィギュアのね、うん、いろんな話をしてて、で、その流れか。そうや、うわ、やるな。それ以外なくない？ない。フィギュアは。それ以外ない。これで外れたらちょっと、思い出せない。ですよね、多分そうや。そうだよね、うん。一番くじの企画をやった回です。うん、ちょっと待って。何これ、いつ何それ以外でフィギュアの話だった？2021年11月9日。最近ですね。うん、タイトルベイマックスのぬいぐるみ。うん、クリーピーナッツの祖父の名前、チーチと文平が、うん、アイヌの出演者みたいという話から。あっちゃだ、そうや。アイヌ出
戦車みたいな。え、ちょっと、でもまだ繋がらんよ。ちいち文平からだいぶ遠い。どうやってベイマックス行ったの？ちょっと、それ以前にちいちと文平がアイドル出演者みたいな名前じゃないよ。いやいや。あ、ありえるよ。松田さんのおじた、ちいちね。俺のおじた、文平ね。文平ね。あの話から、二人がアイヌに出た時の名前を考えることに。ああ。その流れから、クリーピーナッツのラブワゴンにリスナーが続々と乗り込み、90分間の旅をした。ああ。ラブワゴンのメンバーが、ロンゲ、カッコ R して、マジレス、カッコ松永、デブドン、ベイマックス。火が通ってなくても何でも口に入れる生焼け。常に血便が止まらないケチャップ。最悪や。で、乗車 NG になったのが、うん、携帯大喜利に採用されたことがある火で。火で火で一番ダルそうなやつ。一番リアルのダルそうなやつ、うん。で、ほんまに折ったやつ、火では。火では一番。うわぁ。うわぁ、これか。この回か。で、マジか、ベイマックスの話したんだ。うわぁ。よくそんな細かいところから撮ってくるな。いや、すごい。これ、むずベイマックスか。いや、俺、それ、アイノリの回は覚えてるけど、そう。ベイマックスっていう単語が出たのも覚えてないもん。忘れてた、忘れてた。俺、完全忘れてましたね。うわぁ。いや、ちょっとこれ、おもろすぎんな。このクイズおもろすぎんな。じゃあ、どんどん行く。え、次4問目行こう行こう。これ、じゃあ、次4問目、ください。どうぞ。藤木直人、不思議なお方でございますって、どういうまとめなんだ、一体。5月6日水曜日、上柳正彦、朝ぼら。藤木直人。あ、これ、あー！あ、え、これ、R が藤木直人で陰踏んでください、みたいな感じな。で、言われて、藤木直人は不思議なお人みたいな感じの、感じの陰を踏んだ。でも、ちょっとだいぶ甘いけど、その陰を踏んだ回でしょ。でも、それが、どういう回？どうなってそこに行き着いたかまでは、導き出した方がいいんですよね。なんでそうなったっけ？思い出したい。そこ、なんでそこ行ったか思い出したい。マジ、なんだ、なんだ、なんだ。ちょっと待って、ちょっとむずい。これ、多分ね、ジングルの踏んでくださいではないんですよ。ジングルの踏んでくださいじゃなくて、多分エンディングで。エンディングでやから、多分その日、陰の話が頻繁に出た、やっと、いや、ちょっと待って、ね、藤木直人ガチ勢も出てきたような気する、その時。ああ、あ、じゃあドラマの話してたよ。そう、ドラマで、あ、そうだ。あ、ドラマで、あれちゃん、グッグッドラック2、あ、違うかな。いや、なんか。でも確実にドラマの話をしたから。で、想像でドラマの話して、うん、勝手に俺らがキャスティング決めて、のやつか、で、そのドラマの流れで、藤木直人が出てきて、多分ギャルサーっていうドラマの話になったんよ。あー、で、ギャルサーはもう今をときめく、それこそガッキーとか戸田恵梨香さんとかいっぱいがギャルで出てて、そのギャルサー、をまとめるというか、そのギャルサーのお兄さん的立ち位置で、なんかカウボーイの格好して、縄振り回す藤木直人がおって、あのドラマ何やってんって話になって、不思議なお人って言ったような気がする。それだと思う。やんな、うん、それやんな。多分それだと思う。その回、ドラマの話した回。うん。さあ、よかった大正解。大正解、さすが。2020年5月5日。タイトルが藤木直人不思議なお方ってちょっと踏み外すね。ちょっと踏み外す。リモート放送の回だったんだ。自粛期間を利用し音楽理論を学んでいる松永と FOD でフジテレビのドラマ恋の力をいっぱい見てる R さん。あ、ほやけ。あった、覚えてる。ドラマいっぱい見てる。その時無定 FOD 見てるって話超してた。ドラマばっか見てたね、あの時期。ああ懐かしい。おそらくその FOD で見てるドラマの話の流れから藤木直人がギャルサでカウボーイやってた話になり藤木直人不思議な人と思った。バカじゃねえな、お前。お前バカだな。俺が頑張って仕事してる間に、お前。ドラマいっぱい見てて、藤木直人。お前は、お前音楽理論いっぱい学んでいろんなトラック作れるようになって、俺はドラマいっぱい見て、イン1個思いついてる。めちゃくちゃアホや。しかも、1ヶ月かかって。しかも、どこで使えるんだよ、このイン。どの曲で使えるの、このイン。バトルでも使えれるぞ、これ。使われ、使われ。なんやねん。なんだよ、これ。でも当たった。当たった、当たった。いや、上ちゃんすごいな。すごい。ピンポイントで、なんか、そこ取ってくるんかっていう場所拾ってくれるから。え、まだ行っていいですか？ CM。
行っていい？前半戦ラスト。はい。第5問目お願いします。止まらんわ、これ。あ、ごめんなさい。すいません。7月11日水曜日、上柳の里。待って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 くれ。いや、ガガガガ。待って待って、嘘やん。こんなわけないやん、上柳さんが。いや、聞き、ちょ、もう一回聞いていい？聞き間違えやと思うね。嘘。ちょ、それじゃあ、やめろ。な、作んな、作んなって。アイコラみたいやもん。そんなわけないもん。嘘、嘘やん。そうで、ちょっと、新録したでしょ。上柳さん、ちょっと、口でこいてもらっていいですか？やりえん。ベテランの、超手だれの上柳さんが、その、自分のラジオの始まり、口でこいてもらった。ありえん。存在しないよ。ふざけんなよ。マジで、なめえな。ふざけんな。ちょ、もう一回聞いて、もう一回聞かして。もう一回聞いていいですか？あ、ごめんなさい。すいません。7月11日水曜日、上柳正彦、朝ドラマジで。ちょっと待ってよ。おい、何あいつ何お前、あいつって言うな。あいつ何なんだ。ちょっと、松田さん、一部行ったこれできんよな。寂しい。おいおい、こんだよ。おい、ってくれ、何の回想像もできねえ。わかるわけないや。え、ちょっと。わかんねえよ。え、何やってんの？え、何？わ、ま、え、俺らそんな。意味わかんない。え、そんなヘマの話？じゃ、ヘの話してってこと？え、それか、その、指パッチンできるとかそういう話？ああ、指パッチンとか手でこうブーって鳴らせる。親はできるとか、その話した回あった？俺覚えて、わかんないけど。いや、俺も覚えてない。あったか、なんか、え、ちょっと待って、全く。マジ怖い、マジ怖い、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 怖い。待って待って待って。何マジで。怒りすぎてる、あの人。ちょっと怖いわ。朝ぼらきやりすぎてる、あるの。待って。ちょっと待って、俺ちょっとパニックになっちゃって。マジ、頭がちょっと。いや、あとヒント少ない。その、平一発で。すいません、すいません。すいません、つまり。平一発で、つまり。すいません、すいません、すいませんって言って、もうすぐ始まったから。どういうこと？平で謝る。平で謝る。平っこい。でも、別に番組中に俺らが。なんか、謝って俺らがどうやって、どんな状況で謝って切り抜けられるかみたいな話でもした回があったのかな。したかなぁ。え、もしかし、いやでもそれは別にラジオでやってないもんな。いや、あの、ラップのさ、合いの手のさ、なんか、あの、ブルーとかさ、なんか変な、まあ、口で変な音鳴らすみたい。でもそれはここであんまやってないような気がするから。え、ちょっと待って。え？ちょっと怖すぎるし、意味がわかりません。ちょっとヒントないんです。ヒントはヒントへ。ヒントがへ。ヒントへ。への話でした。下か。ちょっと待って、え、時間切れ？時間切れ。ちょっと待って、何？何これ？え？2018年7月10日、ブー?7月11日がタイトルの。何やそのタイトル。この日は、指笛の日。クリーピーナッツはあれができないという話から、DJ 松永は手でヘが鳴らせるという話題へ。当たってたよ。DJ 松永の手から出るヘにリスナーが次々と勃起をして、しこったことを報告。キモい。DJ 松永も自分の出す音で勃起をしており、今すぐにでも、しこりたけであった。しこりたけってなんやねん。ちなみにこの日の放送はラッパーのトーリー・レインズがライブ中にフロアを降りて客をボコったというヒップホップニュースを紹介、うん、その受けメール電話はレインズが怒った理由を募集ケミストリーのベストアルバムがゲオに置いていないから伊藤美咲が女優活動をしないからなど様々な予想が飛び交ったどういうか、あ、松田が惜しかった。だからさっき松田さん言ってた。だから、あの、鳴らせるよ。当たってたんや、指。いや、でも俺は、しこり竹で会ったことは覚えてないよ。自らが。その時の、あります？あ、聞きたい。その時の音源。
みんな、また来週みんなまた来週みんなまた来週おい、上柳正彦さんにヘでつなげんの、あ、すかしてもいけるんですいや、やった、いやー、なるほど、勝利で上柳さんも、ブーってやってくれてうわぁ、器でけぇなぁ。でかいなぁ。仕方していいのに、こんなもん。あんなもんは。あんなもん触らんでいいっすよ。上柳さん。じゃあ、俺らのエンディングも、俺らが。いや、やばいよ。もう、うんこに素手で触ってるよ。上柳さん。後輩でした、うんこ、うん。素手で片付けてくれてるみたいな。うん、別に俺、しこりたけではなかったけどな。それはなんか。しこりたけはゲーやったんか。クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロ。Rさん、上柳正彦で韻を踏める言葉は一つ教えてくれませんか。クレバ並みにヤバい人の爪の赤飲ませよ、捨て赤に絡みそう、あ、夢の中にまだいよ。クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロ。クリーピーナッツのRシテです。 DJ 松永です。いやー、ちょっとやばいっすね、クイズ。いやー、まさかサボラ系、サボラ系かなりのボムを持ってきたね最後に、前半のラスト。いや、あれはわからんって。物理的にもボムだったしねちゃんとボムでしたね。ラジオネーム、ひらがなで腰痛い。上柳さんに、あいつ何やってんだよと失礼な言い方をする松永さんに、最初はちょっと言い過ぎではとヒヤヒヤしていましたが、僕も今は同じ気持ちですあいつマジ何やってんだそうやな。いや、なってくるよな。なってくるよな。なってくるよな。ラジオネーム、マロンショート。これやってると、こんな気分を毎回発してタイトルコールしてる番組がよく6年も続いてるな。確かにな。確かに。気分ですよね。気分だよな。文字に起こしたら気分でしかない。気分だよ。本当にラジコで聞いてる人どう思ってんだろうな。マジで意味わからんやん。怖すぎるだろ。ラジコで聞いて、さあ今日朝番組行くか。ブン。やばすぎるって、マジで。一番危ない。一番危ない。怖すぎる。一番危ない番組。怖すぎ。朝一発目の番組が一番危ない番組。ラジオネーム、沼袋。おいおいおい、まさひこのおならやばすぎるだろ俺こんな面白いラジオ毎週聞き逃してたのかよめっちゃ落ち込むんだけどそうやんな。じゃあ、わかるわかる。こんなやばいの、深夜ラジオリスナーマニアたちがね、ちょっと見落としがちな朝ぼらけそうなんすね。深夜終わりだと思ったけど、早朝の頭が一番狂ってるっていうそうやな、ね、一番黒いっていうね。いや、一番闇の、やばいんだよ。やばいねんな。続いてラジオネーム、アイシールド26。え、ちょっと待って、ちょっと待って。これ、めちゃくちゃ日付言ってるよね、うん、これ大丈夫？日付ヒントなんてくれたら、俺たち、ボラケスト一緒よ。ボラケスト。ボラケストに。ボラケストに、そうか、日付言ってるとなんとなく、覚えちゃってるのか、もう、ボラケストは。そう。日付とその日の内容を。確かに。だから、そっから導き出せるよな。あ、夏か、うん、夏やったらとかにもなるし、うん、あ、春やったら、みたいな、季節も込みで、とか、あ、スペシャルウィークかも、みたいなの分かったりとか。そっか。そこがちょっと一個ヒントになるのか。じゃあちょっと俺らもそこをちょっと利用していって。確かに戦い方、一個増えましたね。うん、そうだね、そうだね。ラジオネーム、ヒルマン。ボラケの音楽延々と聞いてたら、繁忙期が止まらない、立ちボラケ状態です。あれ来た。あと何問もっと、もっとあのリコーダーみたいなやつ、ください。ください。あのリコーダーみたいなやつ、ください。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 リコーダーみたいなやつ。リコーダーっぽいけど、みたいなやつ。リコーダーみたいなやつ。なんだあの音楽。どっから撮ってきたんだよ、あれ。まあ、じゃあ、
行きます、うんうん、もう待ちきれへんのこいつ。立ちぼらけとか言うなよ。状態やから。立ちぼらけとかは言うなよ。パンパンやから今。立ちぼらけ。立ちぼらけ。じゃあちょっと行きます。引き続き、クイズ上柳正彦朝ぼらけに参りましょうか。もう一回説明しておきますと、オールナイトニッポンゼロの放送内容毎週冒頭で触れてくれる、上柳正彦朝ぼらけの冒頭を聞いてその日のクリーピーナッツとオールナイトニッポンゼロの放送内容を言い当てるというクイズでございます。じゃあ行きましょうか。6問目。はい。じゃあ6問目に参りましょう。お願いします。俺誰。3月20日水曜日、上柳正彦朝ドラ。おいなんだよこれ。俺誰。知らん。上柳正彦言ってて、俺誰。上柳正彦やばいって。もう野趣味滅滅。むちゃくちゃ面白いんですよ。もうやだよ。飛びすぎやって。ジョンソンのさ、もうやだ。でもえ、でもさ、なんかさ、もうやだよ。いやそうなるよ。やだよ。怖いこの人。飛んでるって。俺誰。上柳正彦やばいから。言ったそばから真逆のこと。一回わか始まる前だったら一回はっ、はい、俺誰。あ、上柳正彦。台本見て名前思い出してか。何を。もうわけわかんない。もうめちゃくちゃすぎる。こんな意味は。俺誰。どういうこと。俺だって。何のヒントになるんだよこれが。何日か聞き逃した。あれがヤバすぎて。くそ。俺誰がヤバすぎて何日かっていうの完全に聞き逃した。そうだな。そこに持ってかれたな。いやそれやねんな。それ上柳正彦の技というか、上柳さんの、ね、飛ばすね文章で。煙巻かれた感じでした。文章で飛んで。これなんだマジで。でも記憶系なんか誰自分が誰か分からんくなるぐらいか。それか俺が最後に締めの言ってる俺にかけてる。いや最後誰って言ったんじゃない。松坂さんがクリーピーナッツの R してと誰かな。違うかな。いやでそれが本筋、うん、はい。あこの問題ちょっと次の週のも聞けるってことですか。いいですか。じゃあこの次の週、じゃあ2週続きで、ちょっと次の週も聞かせてくれるみたいな。あ、どういう、ぜひぜひ。いいとこある。ちょっと、どういうこと。俺、だから誰。3月27日水曜日、上柳正彦、朝ぼら。なんだよ、これ。ちょっと待って。今、一応日付だけは聞いた。3月27。3月27。ってことは、その前3月20。何これ、怖いよ。2週にわたって自分がわからんって。で、2週目に関してはちょっと切れてる。俺、だから誰。上柳正彦、やばすぎる。めっちゃ切れてる。やばすぎるからって。すごいって。怖いよ。だから、3月の末に1回自分分からんくなって、その次の週も自分まだ分からんくて、ブチ切れる。まだ分からないことで切れてる。ブチ切れてる。ちょっと意味分かんないな。マジでやばいわ、この人。いっぱい。離れてよかったかもな。一部に行けて、こんなやべえ人と。ちょっと待って。分かんない。全然分かんない。2週にわたって、だから俺らも同じ流れをしてたってことなんだから。2週にわたって。いや、もうそんな、どう、あんな切れるにしても。切れる。あんな切れる自分が。だから、その、俺は上柳正彦さんの自分の名前を見失わせるようなラジオやってるつもりないよ。あ、だから、次に、あれ上柳さんに、そもそも、関わるような話をしてて、上柳さんじゃない、いい名前、どうや。でもそうやな、俺らがその上柳正彦朝ぼら系次の番組やっていうのを紹介するのを違う人の名前で言った系じゃない。あったそれ。でもそんなあったっけ。ないよな、ないよな。わからんて、うん、何これ。答えは2019年3月19、タイトル、俺誰。エンディングの挨拶、俺、初登場。ああ時間が足りなくなり、DJ 松永が最後の挨拶を、俺で省略したことから始まった。あれか。ああ
そうだ、50回記念放送、オールナイトニッポンパーソナリティ発表記者会見に参加し、2年目であるにもかかわらず、用意されていた楽屋が、外だったことに爆切れ。爆切れしてるやん。1年目の佐久間とキングヌー、井口との対応の差に打ちひしがれ、日本放送が陰湿なラジオ局であることが世間に露呈する。で、その翌週、2019年3月26、タイトル、俺、だから誰、エンディングの挨拶、俺、2回目の登場。この回から正式に締めとして採用された。なるほど。それまで、それまではずっとじゃあちゃんと DJ 松永って言ってたんや。で、R して月刊サイズをにて、AV 女優の三谷明さんとの対談記事が掲載。この対談のみのために、明さんの作品で、抜き泣いた R しては、三谷さんとの対談を心ゆくまで楽しみ、その対談は、ほぼセックス。だとして、リスナーから、専門の眼差しを向けられた。アホちゃん。アホやん。じゃん。だから、松永さんに言ったってことだ。上野さんは。俺、だから。俺って誰？だから、今まで、ちゃんとアルシテと、DJ 松永でしたって言ってて、だから受けてたの、急に、アルシテと、アルシテ直前も直前で、アルシテと、俺ってのとこ、俺誰？だから、上柳さんが自分が分からんくなったわけじゃない。松永さんが俺って言ったから、俺って、その、R してと俺の俺って誰よっていうことを言って、だから上ちゃんは何も変じゃない。俺らが変。いや、そういうことか。だから、難しい。むずい。だから、全部原因俺らで、俺らが変なことして、してんのか。そうやのに、今のところ、俺ら発信じゃないのは、一発目の、アルバム、マニアの子、だけだわ。あれだけほんまに変やった。あれだけ、あれだけ上ちゃんが変。上ちゃんが変やった。あれは上ちゃんじゃない。マイク逆だったの、何年やってんだよ、と思って。うわ、これ、いい、ちょっと、次。ください、ください。お願いします。パワオンっていうラジオ番組、そして今テレビもあるのかな、九州にあるんですよね。パーソナリティ、沢田さん、お元気でしょうか。9月11日水曜日、上柳雅彦、朝ぼらーけ。パオンっていう。パオンっていう。パーソナリティ？ラジオ番組。テレビ、ラジオでしたっけ？パオンっていう番組があって、ラジオもあって、テレビもあるから。で、その人、くそ、聞き。いやー、聞きます。いやー、これむずいわ。その、文章にだけガッて行くと、もう日付っていう頃には考え出してるから、クソミスった。俺多分あれご当地スーパーの話してる回じゃないかな。おー、鋭。なるほど、うん、で、九州。で、九州の丸九の話とかなんかしたら。はい、うん。その流れなんじゃないかな。ありやな。ありや、これ。それや。これじゃない？それで行きましょう、うん、それやわ。これ、それです。違うんかい。2019年9月10日、うん、タイトル、パオーンっていうラジオ番組、九州にあるんですよね。ミス中の桜井さんが喉の不調により、カブトムシほどの声しか出ないという理由で公演を中止したことがあるというメールを受け、泣くことがカブトムシの声を探るべく、カブトムシの声選手権を開催。その第2弾として、マンモスの声選手権も開催され、アルステと松永が、パオンはチーケー、人間、とマンモスの声を出した。マジで、なんだラジオやってんだよ。じゃあ、覚えてない。そんなことしてない、俺らは。してないよ。こんな、アホなことする。お前ら、舐めんなよ。俺らがこんな、バカげたことを、やるかバカしい。するわけ。そんな、そういう時音源ある？あんの？ほんとかよ。やってないよ、俺ら、そんなこと。マンモスがさ、あんな声小さいわけねえだろ。え、でも、お前、試しに本家一回聞かせてもらっていい？いいよ。パオーン！俺やから、マンモスは。パオーン！俺やから。腹から、拍手来てたさ。パオーン！さすがに。人間あっち行け！マンモスな。ここまで終わったクリピナッツ R してと。俺、あっち行け人間パオーン！バカすぎる。やってた。やってました。しかもお前じゃねえか。なんだよお前。やってましたわ。人間が違うじゃん。おお。バカだよ。でそれで受けてパオンってラジオ番組休止になるんですよね。なんかもうすごいな。
上レギさんの回転やばいな。うまく繋いでチューニング回してまともな会話にしてくださってたんだ。すごいわ。俺らの終わりが変だったな。パオン。いや、ちょっと、ほんまや、ちょっと全く正解出してないやん、俺ら。ちょっとそろそろ8問目でちょっと当てに行く。いや、ちょっとさすがにこれちょっとちょっと申し訳ないわ。ちょっと8問目お願いします。お願いします。トニックシャンプーって懐かしいっすね。ていうかシャンプー自体が懐かしいですね。いらないもん。いつもスースーしてるから。7月21日水曜日、上柳正彦、朝ぼらーけ。あー。それちょっと、ハゲジョークとか、ちょっとお薄い。お薄いジョーク。自分のご自身のお薄いジョークを。自虐なども交えてたり。自虐なども交えて。これは覚えてるよ。だってトニックシャンプーの話した回ですよ、普通に。シンプルに。トニックシャンプーの、トニックシャンプーがどこで出たんやったっけ？そう。あ、なんか、パッケージなんだっけみたいな感じで検索してた記憶がある。いやね、で、トニックシャンプー。おとんのトニックシャンプー。で、トニックってなんやねんみたいな。おとんの司さトニックシャンプーなんだっけって話したかい。かな、そうやな。それ、うん、で、なんか匂いがなんか、あれで、みたいな感じ。うん、厳しいな、金子さん。なんでトニックが出たかまで言ってほしい。なんでトニックが出たか、そ急にトニックシャンプーの話なんかせえへんな。なんでトニックシャンプーの話なんかしたの。おとん実家の話からかな。おとんを思い出す。あ、父の日。おお、父の日席でおとんの話になってかな。もしくはやけど、あ、ちゃうか、なんか大江戸とかでなんか大江戸かなんかでトニックシャンプーがあるあるとして、トニックシャンプーのトニックってなんやねんとか、トニックシャンプーの匂いってとかみたいな感じがあるあるの一例的な。違う。何、7月20、2021年7月21日、タイトルトニックシャンプーって懐かしいですね。夏なのに家の中で長袖長ズボンで毛布にくるまり寝ている松永さん。あー、 DJ 松永はなぜそんなに寒いのかを推理し、お父さんのトニックシャンプーで体を洗っていることが判明。判明してねえよ。ここか。だからスースーするから寒いんや。濡れ着るだっつってんだろ。だから長袖か。ちなみにこの日の放送ではドレイクが今電球ドリンクにハマっているというニュースを紹介。ドレイクの中に流れる食の時間軸がイカれているとして、今後ドレイクは生キャラメルの存在を知り、吉武に恐れおののくだろうとした。今から田中吉武の生キャラメル時差ありすぎだろ。こんな溶けるのみたいな。すごい生キャラメルってドレイク今から言う。ああ、だから。そう、真夏もずっと長ズボンで俺毛布にくるまって寝てたんだよな。ちゃんと日付がヒントになってたタイプの問題や。だ、それありえねえだろ。7月。それお前絶対トニックシャンプー体に塗ってるだろうってなったんだ。むずいな。無事、惜しかったか。無事。無事よ。これか、ちょっと9問目を当てに行きたいな。ちょっとお願いします。9問目、お願いします。たまるさんがチェキチェキ坊主ってのうまいなと思うんですけどね。私はアナウンサーですから、穴坊主か。6月12日水曜日、上柳雅彦、朝ぼら。あ、ちょっと待って、6月までは聞いた。で、歌さん、穴坊主。チェキチェキ坊主。歌さんを呼ぶ前の週の放送とかじゃない。そうやね。ちゃん、歌さんが呼ぶ前でめっちゃいじった日やな。いや、これはずっとんで、6月で、6月やから、まあ、スペシャルウィークの多分、そうやね。前の週とかで、前の週。歌さんを、チェケチェケ坊主でいじった日。それ以外ある？2019年6月11日、うん、タイトル、歌丸さんはチェケチェケ坊主、私は穴坊主か？ゲスト、ライムスター、歌丸さん。あ、もう当日です。くそ。前の週から番組では歌丸さんのことをラップだけではなく、すべての分野において詳しい、まさに賢者モード、365日賢者モード、雨粒、
タピオカ、タマキン、テルテル坊主。ひどい。ひどい。様々な表現で歌丸さんを称賛しており。いや、称賛じゃない、それは。この日もゲストゾーンだけおとなしかったリスナーがゲスト明けで大暴れ。ちなみに、リスナーはテルテル坊主までしか言っておらず、それをチェケチェケ坊主にしたのは松永。お前やんけや俺かい、お前やんけ俺かい、チェケチェケもひどいなぁ。ひどい。うわ、おい、しかもヒップホップやってる本人がチェケでいじるって、だいぶやばい。だいぶやばい。やってないやつだよ。どんな気持ちやったやろ、歌丸さん。歌丸さん。自分がラップの礎、チェケみたいなイメージを消そうとして頑張ってきて、やっと栄光入ってきたとったら、そいつにチェケチェケ坊主と言われる気持ち。しかも帰ってから。これさあ、サービス問題か。いいか。いやー、でも、まあ、むずい。いや、むずいよ。むずい。次ラスト？え、いや、マジか。次10問目ラスト。ラスト？いや、ちょっとラスト、マジ当てよう。ラストだけでも。本気出すよ。マジ当てしよう。じゃあラスト10問目お願いします。やっぱ DJ ってかっこいいっすね。あれ、いじってみたいんだよね。ねえ、かっこいいよね。3回生まれ変わったらこれ DJ 絶対だろ。10月16日水曜日、上柳正彦、朝ごらちょっともう一回挟んだよ、マジで。10月16日、上柳正彦、ちょっとタイトル前に、口スクラッチ。あ、やめんなよ。ぶち切れてるやん、もう松田さん。やめんなよ。これ舐められたもんやね。あ、気づいた。いやな、俺もなんとなく多分、ちょ、言って、これ。シカ DMC だ。そうやんな。いや、多分そうやと思う。10月で思い出した。俺がロンドンから帰ってきて、そう。で、その日に、そうやね。まあ、その週かその翌週かあたりに、シカ DMC、裏DMC か。え、ブース持ってきました。 DJ ブース持ってきて。持ってきて。で、俺が披露して、で、その松永に対抗するってことで、リスナーが、いろいろスクラッチしたいろんな技を送ってきてきた回だ、これだ。そうや、これ絶対これ地下 DMC の回です。よっしゃー、やっとや。ジオム正解者、やった。あー、むずすぎる。2019年10月15日タイトル DJ ってかっこいいよね。なんかこす。地下 DMC 開催、ルール無用、プロアマ不問、賞金なし、欲しいのは栄光だけ。DJ 松永は言う。世界一より上があることを知りながら、それ無視するほど俺頭良くねえんだわ。うるさいな。そして優勝はスーパーフライ。落ち志保さんの手に渡った。そうや。なんでやったっけ。そうそう。で、あのね。なんで落ちさん優勝したのだけは覚えてんねん。なんで優勝したの。俺それ覚えてない。それも覚えてないよ。なんでちょっと待って、落ちさん優勝したのはなんで。なんで落ち志保さん優勝したの。多分、あ、そうや、リスナーで、みんな、いや、リスナーに落ち志保さん、落ち志保さんから来たんや、多分。落ち志保さんが、何で地下 DMC に挑んできたんやったっけな。何やったっけな。どうすかっすんの。ちょっとリスナー教えてほしいですね。ね、当時の状況。当時の状況。わ、ほら思い出されへん。ちょっとエンディングまで教えて、なんで落ちさん優勝したんや。あ、エンディングの音ある。この日のエンディングある。あ、いや、来たい。この後4時半から上柳正彦さん朝ぼろけです。ぜひお聞きください。ここまでの相手はクリーピーナッツのアルシェと俺。まだまだやって。そう、そうだそうだそうだ。ああ、リスナーがボイパやってたんや。あ、そう、それを取り込んでスクラッチみたいなことをしてたんだ。ああ、それでそれだ。いや、でも、なんで落ち志保さんになったか全く覚えてない。全くごめんなさい。何やったっけ。ちょっと、まあ、リスナーにちょっと。ちょっと、教えてもらおう。はい、ということで、クイズは以上となります。上柳さん、4年間、ありがとうございました。うわぁ。ちょっと、ちょっと、行かれてるわ。クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロ。
クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロ。何事隠し事、クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。ミクチャは今週で最後、今まで、ね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。なりました。そして先ほど CM の間にね、上柳さんブースに来られてね俺よくやってる方だろって。いや、その通りでございます。その通りでございます。ほんまに。本当に。本当にその通りです。ほんまに。いや、やっぱ、上柳さんも、やっぱ、自分のあれ聞いて、多分ね、上柳さんの方が思い出す、上柳さんも思い出すって言ってたけど、絶対上柳さんの方が思い出すと思うんだけど、あんな自分が、無茶な着地させられたり、とんでもない冒頭をなんとか手伸ばして取ってくれた回やから、上柳さんの方が苦労してるから、絶対思い出す。いや、そうだよな。あいつらがあんなわけやからこと言ったから、俺、こうなったやろがいみたいな感じで。いじめた側は覚えてないけど、いじめられた側は覚えてない。いやいやいや、ほんまにそう。むちゃくちゃなことされた側ですからね。確かに、あんな、わーってなって、普通に、はい、上柳正彦ですって。始めるの無理だもんね。無理やもんな。受けないと無理だもんね。ほんまにスーパーアナウンサーでした。スーパーアナウンサーでした。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦。朝ぼらけだけ聞いてる人は、上下巻の下巻だけ聞いているようなもんだから意味わからなさすぎるだろうなと思ってたんですが、上巻がいかれてるから下巻が軌道修正しようとしてるだけですか、だけでした。おい上巻、下巻の展開も考えてやれ。そうやね、そうやね、俺らがむちゃくちゃにして。ちょっとね、下巻のためにちょっと上巻が頑張ればよかったですけどね。上巻のエンディング、上巻のエンディングが投げっぱなしなんだ。投げっぱなしなんだよね。なんとかするしかないっていうね。ラジオネームジャイアント厚彦、金子 D が忙しい中無理してクイズ作ったの最初意味わかんなかったけど、今なら全部理解できます。本当にありがとう。お前満足してくださったんだね。よかった。いや金子さんも非常にお疲れ様でございます。お疲れ様でした。200本報われますって。報われました。よかった。すごい。改めて、うん、上柳さんマジでありがとうございます。ありがとうございます。上柳さんありがとうございます。本当に。いやラジオネームユーリンチ、オチシゴさんが優勝した回ですが、あそうそう、確かリスナーがオチシゴの連呼でボイパみたいなことをして地下 DMC を優勝し、そのリスナーより落ち志保さんが優勝するべきだとして落ち志保が優勝になりました。こんなことを説明させんな。なんだこの4年間。確かに、ああそうやわ、そうだ、落ち志保みたいな感じになって、そうかそうか、そうかで優勝は落ち志保ですみたいなことになって、言ってんの、何やってんの。何地下 DMC って、わけは何してるんですか、何してるの。いやーね、でもいやそうだ、もう今日で最後、最後ですよ、オールナイトニッポンゼロ。あと2分切っちゃったよ。おい、ちょっとね、来週はね、 で、来週の月曜日はちょっと須田さんのね、はい、須田まさきのオールナイトニッポンの最終回でございますよ。はい、でその来週の火曜日の3時からはもうペコパさんが、そうだ、もう次はもうここはもうペコパさんの席になるんだ。うわー、いやなんか急に寂しくなってきたね、やっぱりね、寂しいですね。そして再来週4月11日の月曜がクリーピーナッツのオールナイトニッポン初回放送ですね。ここですね、ここから始まるわけですからね。いやそうだ、上柳さんとも最後だ、最後や。いやだからマジでこのうわちょっと考えだから、須田さんのラストも、来週の、ペコパさん、そして再来週から始まる俺らもね、引き続きね、上柳さんの朝ぼらけもちょっと皆さん全部ひっくるめて、これからもね全部どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもういやこいや最後の上柳さんの受けってな、うん、ちょっとやば、やばどうなってくんの、どう今考えてんのかな。むしろほら全部全部今までフリースタイルでやってきたわけですから、最後のネタ帳なわけねえよな。なあ最後とんでもないフリースタイルで、やっぱ返して、やっぱりその今までの一番のやつ、
そりゃそうでしょ。そうですよ。最悪やん俺の最後まで。なんていうかそのむちゃくちゃにしてなんとかやってたと思えば今度はお膳立てしまくってさあさあさあからの最低後輩やんか俺らからのみたいな最悪な大学生のからみたいな。じゃあある最後のあれや、うん、最後のあれやって。日本放送でお聞きの方はこの後4時半から上柳正彦朝ぼらけです。ぜひお聞きください。ここまでのお相手はクリーピーナッツのアルシェと俺。今スタジオに届きました今朝の日刊スポーツですね。クリーピーナッツまだまだ伸びしろ、 TikTok でバズり中、動画再生 1.5 億回超ヒップホップユニット伸びしろ。この曲のポジティブなメッセージがより多くの方たちに届くことを願っていますと二人がコメント。まだまだ伸びしろたっぷりな二人に注目だ。日刊スポーツの大友洋平さんがですねこういう記事を書いていただいたんですが、今日の放送を聞いてちょっと書き換えた方がいいかもしれないですねっていうふうになってるかもしれません。あ、リコーダーですから。はい、バニティフェアの夜明けのヒッチハイクという曲でございます。1970年でございます。テーマ曲。3月30日水曜日、上柳正彦朝ぼら。